NK-12M クズネツオフ NK-12 は1950年代にソ連のクズネツオフが開発したターボプロップエンジンである。直径18.4フィートの8枚の20反転プロペラを駆動させる。NK-12 メガボルトの重量は2540ポンドで、NK-12MA の全長は20.4フィートである。 NK-12 ターボプロップエンジンは、第二次世界大戦後、ソ連に連行されたドイツユンカース社の技術者である、フェルディナント・ブランドナーのもとで原型が開発された。戦時中に検討されていた出力 6000hp、重量 3000kg の湯も012ターボプロップの設計をもとに開発されたものである。1947年に5000エップ。 重量1 7 0 0ラムのエンジンが完成している。ソビエトは、新しいニッケルクロムコバルト系の合金を使用する、ことで、1951年に出力12000、エッポの TB-12 エンジンが開発された。NK-12M は、出力8 9 4 8ット n k 1 2ルトは1 1 0 3 3ット NK-12MA は 1185kW に達した。NK-12 はこれまでに製造されたうちで最大出力を有するターボプロップエンジンである。現在これに匹敵するのはプログレス D-27 と TP400 のみである。つマイナス95爆撃機器とその派生機種であるつマイナス142哨戒機、ツマイナス114両各機に NK-12MV が装備され、実用機としては今なお、最速のプロペラ機の一つとなっている。同様に A-22 輸送機にも NK-12MA が装備されている。その他、エクラのプランである A-90 を両の国も装備された。同軸反転プロペラは、14段式の軸流式、圧縮機により高度に応じて、圧縮比級、1から13。 位置まで変化し、同様に、吸気口の案内翼及び、排気弁も高度、出力に応じて制御される。燃焼室は、カンニュラー方式で、それぞれの燃焼管噴射装置の下流の中央に備えられ、後端はアニラ型になっており、同軸反転式プロペラと圧縮機は五段熟流、式タービンで駆動される。空気流量は6 5ラム秒である。 一般的特性構成要素性能、クースネットサーブ NK-12、j エンズエアロエンジンズ、ハット ABCDEFG クリエーションオブザ t b v 2ターボプロップエンジン、ハットシビルターボシャフト、ターボプロップスプシファクションズ。ありがとうございます。